皆さんこんにちは、デュオの橋本康弘です。今回はですね、静岡県の遠州サーフにサーフの夢大鬼分になってやってきました。これからですね、厳冬期から、ね、春にかけての大鬼目が寄るシーズン、こちらのデュオタイドミノーゴースト 170F でバーサス巨大魚のね、コンセプトのもと生まれたこのミノーで大鬼目狙っていきたいと思います。夜からがね、メインになりますので、夜を待って、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、まずみはゴールドでしたということで、この城、バーニングゴールド、ね、こちらから行ってみましょうかね。で、飛ぶ今横風、西からの風が6メーター、7メーターぐらいあると思いますが、まあ、6メーターぐらいかな。もう古いとまっすぐね、飛んでいってくれますからね。まあベイトはやっぱり、ベイトがいることがやっぱりすごく条件、狙う上では大事で、やっぱベイトが入っているエリアです。でもやっぱりこう、この城とか石持ちにしても、まあ、この城も20センチか30センチあるものもあるし、やっぱそういうの選んでる個体とかいるとね、やっぱりね、こういってね、シレットの大きいもの、こういったものがやっぱ有効になってきます。でも狙いとしてはね、やっぱり夜の、下げ潮をね、狙ってます。はい、夕方の時間帯ね、釣りしてみました。このエリアですね、まあ、ちょっとね、こう地形的に変化があんまりないので、これからね、夜、まあ、本番の夜ね、下げ潮を狙ってワンドガールねエリアに移動してみようかと思います。はい、ナイトゲームね、やっていきます。ルアーはね、もちろんタイドミノーゴーストですね。色がね、チャートキャンディこの城 OB です。チャートキャンディこの城 OB、 こちらでいきます。チャートバックにオレンジベリー、まあ、派手めな色でありながら、フラッシングもありますんで、まあね、あの迷ったらこれっていうカラーで、まず1本っていうね感じお選びいただけるんであれば、この色おすすめなカラーになってます。で、やっぱね、この一つのルアー使い続ける、まあ、メリットっていうのもありまして、そのね、潮流の変化とか釣り場の変化がすごい分かりやすいんですよ。なんかさっきよりもここ巻き心地重いぞとかってなってくるとね、あの潮が効いたりするんで、で、そういう時にね、ゴンってバイトが出れば、あ、なるほど、こういうタイミングで釣れるんだとかっていうのがね、分かってきますから、まあ、これからどんどんね、下げ潮効いてくればね、潮の流れ効いていくと思います。まあ、サーフはこう波がね立つ、釣り場になりますが、やっぱりこう横の流れっていうのもね、もちろんありまして、やっぱりその流れが出てくる時っていうのは大鬼目狙う時はね、非常にいいタイミングです。はい、色変えました。マットチャートこの白ですね。今日はですね、まあ、月明かりもなくてね、暗い夜です。なので派手なね、マットチャートこちらで行ってみたいと思います。まあ、流れもね、横にグーッと効いてるんで、まあ、このゴーストの巻き心地もね、まあ、グーッと重たい感じ、ね、抵抗感がしっかりあるんで、流れはね、効いてますね。あ、結構やっぱ大きい流れね、結構効いてるんですよね。潮位も下がっていい感じですね。よし、来た。よし、よし、
よし。よっしゃ出た。よっしゃ出たぜ出たぜよっしゃこれが2目っすよ。大2目です。結構ね遠いところでヒットしました。やっぱりねこの D バレットシステム、まあ7割ぐらいの程度ねパワーで投げてもよく飛んでくれるシステムです。軽く投げても飛んでいってくれるねミノーっていうのが非常にこう有利に働いてきますね。それでは今回メインで使用しているこちらタイドミノーゴースト 170F を解説させていただきます。こちらがですね、17cm 270mm の 46g のウェイトがあるねミノになります。やはりですねこのサイズそしてこのボリュームがねシルエットがあってこそね、大2ベというターゲットには非常に有効になってきます。初搭載されました重心移動システム D バレットシステム、本来ですねミノというのはですね飛距離が出しにくい、これはですねやはり飛行姿勢の崩れから、来ていることが多いんですね。この D バレットシステムこのおかげでですね飛行姿勢がね非常によく安定します。もちろんですね、向かい風であったり横風、ね、そういった状況下でも強い高天角ほど、この D バレットシステムのね、恩恵を受けられるんじゃないかと思います。全国の大型魚狙いにぜひ皆さんタイドミノーゴーストお試しください。はい、それではねタイドミノーゴーストパールチャート OB2、ね、こちらでいきます。レンジのちょっとした差でね反応が変わってくることっていうのもありますので、まあしばらくはこう例えばね表層を巻いてみて、まあ反応がなかったらどんどんこうロッドポジションを下げていって、まあ巻きの速度も、まあこうやってスロー巻きからねゆっくり巻いてくる、もしくはこうやや早巻き、やっぱいろいろ試していただいてね反応を探っていく。いや流れ効いてていい感じ。手元にねしっかり抵抗感伝わってきてますね。よし来た来たよ。よしランディングがちょっと怖いですかね、大きかったら。いいサイズだね今度。さあ来い。右に行っちゃってます。いや最後わかんない。よいしょ。
よしよし、近い近い近いよ、サタテ行くよ。取った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 、ああ、重いっすね重いっすね、二本目の大2分でかい、やりましたね、強かったね君、やりました。2本目もね、あの沖でしたね。着水してやっぱ15、6回転ぐらいのところでガーン来てるんで、やっぱりゴーストの飛距離があってこその超過だったかなと思います。あ、これ行くね。お疲れ様でした。遠州サーフ、このね夜の遠州でタイドミのゴースト使ってですね、大2部になってきました。結果としまして2本のメーターオーバーキャッチできました。あの引き、強い引き、たまりません。最高でしたね、このね、やっぱね遠州サーフでこのね夢のサーフの夢のターゲットを大2部が狙えるね、今はねあのナイトゲームがメインですけれども、ここ最近はね朝とか日中とかのね釣果もポツポツと出始めてますんで、この遠州もかなり大2部の釣り盛り上がってくるんじゃないでしょうか。ぜひその際はねこのタイドミのゴースト、皆さんにお試しいただきたいと思います。これからね、まあ、揚げ潮ちょいがどんどん見せてくるんでね、今日はこれで終わりにしたいと思います。とってもいい夜になりました。ありがとうございます。それでは今回はねこれで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。